所長。なんだ。なんで私をしつこい呼ばれするんですか。私がしつこいんじゃなくて、あなたが何も返さないんです。わかりますか。ちなみにですね、帰ってくる頻度はですね、5回に1回ぐらいなんです。なのに私をしつこいと呼ぶんです。ちなみにですね、また土曜日にしつこく LINE してくれる。しつこかったな。皆さん、サインジャパンの方の動画はもう見られましたか？先日上がっているかと思うのですが、僕がちょうど、ずーっと別の企画の動画を撮影している時にですね、急に社長から連絡が来まして、なんだと思って電話出てみたら、ゆうくんごめんね。あのさ、革命を起こすんだけど、ゆうくん3ヶ月俺にくれない？はい？じゃないですか。面白そうだなと思う気持ちもあったので、わかりましたと答えて。何をするんですか？まだ何かっていうのは決まってないんだけど、とりあえず荷物用意して、でまた夜連絡すると言われて、3時間後には別の住居でジュンさん、僕、社長で暮らし始めております。社長はいつもことが唐突すぎるんです。思ったら即行動、何も相談がないので、それに困る日々です。以上です。社長に言いたいことがあって、この機会いただけてありがとうございます。言いたいのはですね、皆さん先日社長と S 社員のデート動画見られましたか？多分そこで最後バックハグの前に衝撃の事実が発覚したと思うんですけど、社長が返信を1年間しなかったっていうことが明らかになったと思うんですね。その時社長なんて言ってたか覚えてます？いやー、既読無視されたと思ってたでしょ。違うんだよ、裏を返せば1年間ずっと考え続けてるんだよ。それだけじゃないんです。いつも返信しないんです。ある時は、あ、ごめん、失念してた、返信しないならまだしも言い訳ばっかりなんです。返信もしないし、言い訳ばっかりだし、連絡もつかないし、それで仕事が滞ってばっかりなんです。帰ってきて5ヶ月になりますが、帰ってきた返信といえば1、2回しかも文字じゃないんです。オッケースタンプばっかりなんです。もううんざりしてます。以上です。こんにちは、社員 L です。ちょっと言いたかったんですけど、なんか私騙された。ママさん、ちょっとなんか最初はミラさんへのイメージはすごく陰キャみたい、あまり喋らないイメージだったんですけど、でもね、最初私と初めて会った面接の時にあったんですよ。それでね、ミニラさんずーっと意気投合だったんですよ。でもいっぱいすごく優しいなと思いました。でもね、1回面接会あったんですけど、2回目3回目も会った時はすごく優しくて、ほんとにいい社長だと思ったんですけど、正式メンバーとして入ったらね、全然私と喋らない。1回も来たくないですか？社長 M です。はっきり言って、私は社長に言いたいことは何もない。なんか先ほどからね、社員どもが社長のことゴミだ、クズだ、すぐに M 副社長が社長になるべきだ、こんなこと言ってる、そんなことは私にすら思ってない。
まあ、私は社長が好きだ。社長にずっと社長でいてほしい。しかし社員がそのように言うのならば、私が社長になるしかないのかもしれない。私はそう思ってます。そんな私が、社長に唯一言いたいことがあるとすれば、出張についてですね。なんで社長ばっかり女性社員と日本に出張に行くのか。私は一回も女性社員と日本に出張行ったことがないぞ。女性社員と一緒に出張するためにこの会社に入って頑張って頑張って出世してきたんだ。私はあんたを死んでもいいさ。絶対に私が社長になる。そのくらいマット。皆さんこんばんは。社員の Z です。こういう返事でもね、一番ひどいのは、私と社員 N の第一の阪神のファンミーティング、その時うちの社長ですね、来ると言いました。めちゃくちゃ期待しちゃったけど、結局そのファンミーティングの前にバディさんからのメッセージ、ごめん社長来ないよ、忘れちゃった。皆さん本当に怒らないでください。市長ね、うちの会社はね、ビジネメインにある企画やった。その時約束したお買い得企画、お買い得企画、まだですか。今年北海道行きたいですね。社長これ以上です。すみませんでした。この会社どうなってんだ。どうなってんだ。皆さん落ち着いてください。この度は私の不祥事により数々のご迷惑おかけいたしまして誠に、すみません、申し訳ございません。一つ一つ丁寧に説明させていただければと思います。よろしくお願いいたします。まず一人目、社員 M に関してなんですけれども、確かに、彼女はとても情熱にあふれていて LINE を数々よこしてくることがあります。申し訳ございません。送ってくることがよくあります。ただしですね、基本的には私が全て悪いと思ってるんですけれども、一つだけ言い訳をさせていただくなら、彼女が送ってくる LINE 画面埋まりきるんです。これがコミュニケーションと呼べるでしょうか。呼べません。暴力です。しかも電話長い。だって2分くださいって言って切って見てみたら30分って表示されてるんです。どうなってるんですか。これでも私が悪いんですか。いや、私が悪いんです。本当に社員には迷惑かけてます。次が社員の Y ですか。 Y に関しては確かに革命を起こすなどと称し電話をかけたのは確かに事実です。しかしながら Y はそれを望んでいた、そういうやつなんです。言いたがり、被害者アピールしたがりの Y と覚えてください。彼はいつもそういう言動を取る。言い過ぎだろ。そうだ。おい、続きまして、社員 S のことは、本当に忘れ、まあ既読 LINE を返してないじゃないですか、ごめんなさい。本当に私落ち着いてください皆さん。本当に一つ一つ丁寧に解説いたします。確かに1年間既読無視をしたと、これは本当に否めない事実であると。しかしながら S は賢いがゆえの欠点がある。すべて論理的に考え、ロマンがない。1年間 LINE 返ってこなかったものが1年後に返ってきた、このロマン、どうですか。素敵な映画が撮れそうですね。感じてください皆さん、どうですか。1年間待ちわびた恋人からメッセージが来たんです。
それ以降は皆さんの想像力にお任せします。社員 L、 そうだな、社員 L に関しては社員 L に関しては、まあ、確かにあんまり話してはないかもしれない。それは確かに申し訳ないという気持ちもある。でも一つだけ言わせてくれ、社員 L に関してはさっき自分でも表現していた通り、三原さん、三原さん、はなんと返せばいいんですか。絵ですよ。名前以外絵で会話をしてくる女に対して何を返せばいいんですか。皆さんもうすうす気づいてますよね。あいつちょっと絡みづらいぞいやでも本当にいい子だと思っているし、思ってないでしょ。本当にいい子だと思う分ちょっと距離感ができてしまう。悪いやつはあの逆に話しかけられるんですよ。誰のことだおい。やっぱいいことになるとすごい丁寧に扱わないといけない思っているという所存でございます。そして、副社長 M、 副社長 M に関しては特に言うことはない。反論の義理もないし、うん、特にない。日本に行ってんのもまあ別に仕事で行ってるわけだし、呼ばれて行ってるからね、出張は。あれだろう、本当は呼ばれてるのに隠してるんだろう。あ、副社長 M に声がかかってるのに、そうだ、それを隠蔽してると。そうだ、そのような事実は一切ございませんと。全くない。いつも僕一人で、反対で呼ばれることが多い。書きました。社員 Z に関して確かに約束を破るという、まあこれは良くないということだと思います。違う、まずいろいろちょっとある。野球をやるみたいな話をしてたか。野球、いやちょっと待ってくれ、社長や、社長、野球部の監督とちゃうねんな。監督と選手の関係ちゃうねん。どれをなんでいきなり野球せなあかんの。そんな社長や、会社のね、皆さんもお勤めの方も多いでしょ。皆様の中に社長とキャッチボールをされた方いたらぜひコメント欄で挙手をしてください。ずっとやりたかったです、みずんさんと。そうなの、うん、いや嬉しいな。いくよ、ちょっと待って、終わっちゃった。ああ、佐藤ちゃんって運動神経もいいの。いや良くないです。ボールくらいの、ボールは投げれるんだ。チャンスでいいわ。だな、違う、本当に行くと言ったのも覚えてるし、迷ってたんだ最後まで。本当に迷っていた、本当に迷っていたんだけど、あれはズズマナのファンミだから、私ごときが出しゃばるのはファンの皆様にも失礼だと。なんと気の使える社長、謙虚社長でありながら自分の立場をわきまえ、脇役に徹する、これこそが日本の美徳、謙虚さの塊。北海道旅行、こちらに関しましては本当に私もぜひ社員一同行きたいという気持ちは常々ありましたけれども、昨今のこの世界情勢、新型コロナウイルスなど、やはり日本に行けない状況が数々生まれてしまったと。そんな中、旅行を断念せざるを得ない、これは社員 Z と同じく私にとっても本当に遺憾であります。私も北海道に行きたかった。彼女を連れて行ってあげれたのは茨城だった。限界まで北上して茨城までだった。でも皆さん考えてください、台北から北上に北上、北海道を目指して北上して茨城、この努力どうですか。かなり詰めましたね距離。ぜひですね、この状況が落ち着いたらまたみんなで行ければと。それからちょっと北を弱めて、まあ沖縄旅行とかそんぐらいに、まあ、そこら辺までならありなではないでしょうかと思います。まあそんなところですかね。本当に、申し訳ございません。あい、すいませんでした。はい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 、終わり終わり。辞表だ、辞表だ、こういうことだ。ちょっと待って、嘘です、本当に申し訳ございません。 LINE 返します、すいません。喋れよ、喋ってくれよ。喋る喋る喋る、すいませんでした、失礼しました。